しだったチャラティップ選手が在籍するフロンターレ戦なのでちょっと来てしまいました。いろいろ催し物もやってるみたいなのでチェックしていきたいと思います。ゴー。一人用のクレープみたいなピザがあってびっくりしました。牛カルビピザを選びました。うん、ピザだ。うん、お肉美味しい。こりゃ美味しいね。最高。ブラジルの肉シュラスコです。うん、美味しい。なんかバーベキューしてる気持ちになりました。ブラジルで美味しいってなんて言うんだろう。なんて言うんですか。ちゃんこ鍋スープです。うん、うまっ。結構あれですね、あっさりしてる。もっと油っぽい感じかと思ったらあっさりしてる。めっちゃ具材が全部大きい。ごっそりごっそり。これは年中売ってるんかな。今ちょっとね暑くなってきてるけど寒い時期とかめっちゃいいですね。美味しい。めっちゃいろんな具材入ってるんですけど、うどん、つるつる、ピザ、うどん入ってました。ちゃんとお鍋の締めまで再現されてる。どこに。4つ選びました。川崎トントコアメ、ラムネとヨーグルト。お兄さんがちゃんトントントンってやってました。トントコアメ、さらし、せき止めアメ。これはばあちゃん今日誕生日なんでパパにこれ渡してもらいます。で、べっこアメです。こういう昔ながらのめっちゃ好きなんで家帰ったらバリバリ食べたいと思います。マッチデイプログラムゲットしました。チャラーじゃん、生写真付きです。すごい、アイドルじゃん。いっぱい写ってる。いい笑顔してます。これはいいですね。あ、ちょっと待って、チャナちゃんと持ってきました。チャナ、いい感じ。ありがとうございました。というわけでいろいろ催し物満喫したということで、まもなくスタジアムの方に入りたいと思います。スタメンも発表されて、久しぶりに田中俊太選手が帰ってきたり、興梠選手もいらっしゃったりで、すごいワクワクしています。そしてチャラディブ選手がちょっと相手チームではあるんですけどスタメンということで、久々に見れるのが私はちょっと嬉しいです。あんまり大暴れはしてほしくないですが、でも嬉しいです。では試合行ってきます。5-2で負けました。なんか逆転したじゃないですか。勝つと思いました。サポーターの雰囲気もめちゃくちゃ最高だったので絶対勝てると思ったんですけど、川崎強すぎ。めっちゃ悲しいんですけど、終わったことは仕方ないので切り替えていきたいと思います。チャラティップ選手が最後こっち側来てくれたので、もう私はそれで満足です。では次回のシオンのコンサート旅もお楽しみに。以上、シオンこと堀シオンでした。したっけね。